メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして、序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。さあ、そしてバッターボックスには小島が入っています。さあ、得点圏には同点のランナー。勝利は目前ですから、何が何でも抑えないといけませんね。なるほど、そうですね。これが初球、見送ってまずはストライクです。三遊間うまくさばいて、バット一塁へ、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。最低限ランナーを進めてきましたね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき中川がこのピンチ空振り三振に切って取りました。試合終了。試合を制したのは西武ライオンズです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中、見事勝利を収めています。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。